家福はあざなえる縄のごとし野村和弘。あざなうっていうのは、縄のようにこう折り返されてるっていうことなんですね。ですので一面から見たら今は蚊、あざな、よくない方ですね、蚊の方かもしれないですけど、この福っていうのは必ず来ますよっていうことが言われているんですね。中学校の頃だったんですけど、ちょうどアメリカから帰ってきて、日本の中学校に入ってきたんですけど、でその時になんていうんですかね、すごく何でもハッピーだった小学校のアメリカの生活から、なかなか全てが思い通りにいかない、どちらかというと辛い時期が多かった、日々を始めてしまうというのが日本の中学校だったんですよね。その時にこの言葉に出会って、非常にこう感銘を受けたというかですね、自分の一つ成長につながったかなと思いました。いいことが起きてても必ずもしかしたら良くないことも起きる可能性があるので、そこの時は調子に乗りすぎない、逆に言うと調子が悪い時は必ずいいことが来るんだよねって信じて、どうにか前向きに反転させていく。だからまさに人生であって、でそれがないとじゃあ本当にその人生って奥深いものになっていくかどうかっていうのは分からないですね。その人生をこうやっていく、私も最後までまだ来てないんで分からないですけど、最後は縄の一番下がですね、いい方を向いてればいいかなと。